パス、日本も自由にボールを持たせません。バスワールドがボールを入れました。早い早い早いぞ、ここからだ、シュートだー、バティボー、バティストゥータ、アルゼンチンが先制点。9番のバティストゥータ、やっぱり世界は強い。コパアメリカの得点王、イタリアリーグの13得点は伊達ではありません、バティストゥータ、バティーボールを見せました。後半の8分、1対0、アルゼンチンが先制ボール。しかも9番のバティストゥータ、やっぱりこのバティストゥータでしたね。キリンカップの初得点はバティストゥータ、日本代表のゴールを割りました。さあ日本、ここで気分も新たに、今度は次の1点を取ろうという気持ちで行ってほしいところです。